株式会社、名鉄インプレスは、名古屋鉄道株式会社文化レジャー事業部の分社化により設立された連結子会社でレジャー施設の運営を行う企業である。社名のインプレスは和訳で感動を意味する。2003年1月に名鉄が発表した経営合理化策において、不採算部門とされた同社のレジャー部門をグループ経営により、 合理化を図ることを目的に発足した。同社の直営施設である南地田ビーチランドと日本モンキーパークの資産、経営権を譲り受けし、それ以外の名鉄の直営レジャー施設は所有者から受託運営の形で営業されている。なお、同年11月に閉園、廃業した内海フォレストパークは遺憾されず、名鉄の直轄下で閉園となった。 運営施設の広告、チラシ類は、電通名鉄コミュニケーションズが制作している。アミューズメント文化施設2006年6月1日より、博物館、明治村、野外民族博物館、リトルワールド、日本モンキーパーク、南チタビーチランドに、クイスプ対応の CAT 端末を導入し、クレジット決済の取り扱い開始。ただし、 館内売店等の大半は設置されておらず、現金払いのみ。セディナ CF メディアカードとの提携カードとして、名鉄インプレスカードがある。テーマパーク施設で提示することにより、当日券の割引が受けられ、名鉄メディアカードとして、名鉄線の定期券等をクレジット決済することが可能。クレジット利用者を対象に南千田ビーチランドなどの無料招待券が年2回、 明細書に同封される特典があったが、2013年発行メディア、通信10月号、342にて、同年8月実施分にて、無料招待サービス終了との告知がされた。ありがとうございます。